電気三査集電力令和5年亀期問題13平成28年問題6について解説いたしますこの問題は変圧器2台を平行運転した場合の問題ですこのように変圧器が2台並列で接続され負荷に電力を供給している状態ですこちらの変圧器 A について容量が 5000kVA% パーセントインピーダンスが9.0%変圧器 B については容量 1500kVA パーセントインピーダンス7.5%負荷に 6000kVA の電力を供給するとき変圧器 a b においてどちらが過負荷運転状態になるかそしてその送っている電力は容量に対して何パーセント過負荷状態で運転しているかこれについて求めるという問題になります考え方は次のように考えると簡単になりますこのように2つの抵抗が並列接続されているものと考えます 一方の抵抗を r a オム、もう一方を r b オムとします。この点から電流 i ア,ア,アが流れ出ているものとします。抵抗 RA 側を流れる電流を IA とした場合、RA プラス RB 分の r b かける i となります。ここで注意してほしいんですが、この分子の部分は RA ではなく RB です。RA を流れる電流だから、なんとなく RA としてしまいがちですが、こちら逆側の抵抗 RB を分子としますのでご注意ください。 こちら RB を流れる電流を IB とした場合、RA プラス RB 分の r a ける i a となります。並列接続された変圧器の供給する電力についても、これとほぼ同じように考えます。抵抗 RA は、こちら変圧器で言えば、パーセントインピーダンスと考えます。抵抗 RB についても同様に、パーセントインピーダンスに置き換えます。流れ出る電流を供給する電力と考えます。 この電流 IA と IB の式において、今置き換えたインピーダンスや供給電力の値に当てはめると、こちらに送られる電力を PA とした場合、%za プラス %zb 分の z b かける p となります。こちらに送られる電力 pb についても同様に考えます。ただし、一つ注意してほしいことなんですが、インピーダンスを基準容量に合わせる必要があります。この点に十分ご注意ください。 なぜこのような原理が成り立つかについては当チャンネルの電力科目23番変電変圧器の負荷分担の動画を参照ください試験まで時間が残り少ない人はこのやり方を丸暗記でも問題ありません原理については試験に合格した後に調べれば十分ですでは問題を解いていきます変圧器 A、B を通って供給される電力について計算していこうと思います まずはインピーダンスを計算します。基準容量を合わせる必要があります。基準容量はこちら 5000kVA に合わせてもいいですし、1500kVA に合わせてもいいです。あるいは 6000kVA に合わせても、どのように合わせても自由です。ではここでは 5000kVA を基準容量として計算していこうと思います。こちら変圧器 A でのパーセントインピーダンス9.0%はそのままで大丈夫です。 では、変圧器 B において基準容量を 5000kVA として考えていきます。今、1500kVA ですが、これを 5000kVA に直すとするならば、1500kVA に1500分の5000をかける必要があります。同様に、パーセントインピーダンス7.5%も1500分の5000をかけます。計算すると25%となります。 次に変圧器 A から供給される電力を PA とします。PA の計算式はこのようになります。分母はパーセントインピーダンスの合計です。分子は変圧器 A と反対側の変圧器のパーセントインピーダンス。この場合は25%なので25を代入します。ここから供給される合計の電力 6000kVA をここに代入します。これを計算すると約 4412kVA となります。 ここから供給される電力は 4412kVA。次は変圧器 B から供給される電力 PB を求めます。同様の計算をします。ただし注意してほしいのが、この分子の部分9となっています。変圧器 B を通る電力を求める場合は、その反対側の変圧器の %EP+,9.0% を分子に代入します。25ではありませんのでご注意ください。これを計算すると、 1> 約1 5 8 8ロ v a となります。電力 PB は1 5 8 8ロ v a では、今供給される電力を見てみると、容量よりも大きな電力が供給されているのは変圧器 B 側です。容量1 5 0 0ロ v a に対して、それよりも多い1 5 8 8ロ v a が供給されています。つまり変圧器 B が過負荷運転の状態になります。 では容量に対して供給している電力の割合はいくらかというと1500分の1588の計算により約1.059の割合で過負荷運転しているという状態になります。これをパーセントに直せば105.9%となります。よって正解の選択肢は2番ということになります。